うおぉ、ちょっと逃げて、うわ、はめられる。ちょっと待って待って待って、あっぱ、なめんじゃないよこの野郎。片付きました。いた、おお、飲みよった、飲んでんじゃないよ。すごい逃げる。あれ、おお、そこまでいけるんですか。このやろう、おお、なんかここ掛け軸かなんかの裏に隠し扉とかがあったりとか。掛け軸、はい、どこにあるの掛け軸。ああ、ここのステージかわかんないけど、こういうステージのどっかにそういうのがあったような。でエレベーター起動すればいいか。おあれ、これでもまだ行けないってやつだよね多分ですかね。 E しか手に入ってないから。あ、ローファーもいる。うわー、でかい、うわー、でかいのも来ましたね。最悪じゃんこれ。いいですね、一回エレベーター乗って帰ります。帰れるか。乗った、はい、出ました。なんで踏んだの。あ、間違えました。すいません。どうしたらいいんだ。とりあえずロートハーとかを探しちゃおう。こっから上がってきたんだっけ。逆サイドから上がってきます。ああ、あのか、あれ、柱の途中から降りていく感じですか、うん、柱の途中っていうかエレベーターの反対側からですってこと。あ、あそこか。あそこで、うん、ですね、あそこですかね。これか。待てない、何が出た。うわぁ、うわ、落ちたよね、死んだよね。うわぁ、あぁ。いや、これ振り出しに戻された感じですか、これ。ですかね。あ、でもベンベンとかは多分リポップしないので。本当だったと思います。熊月四季次郎がおる。とりあえずやつをいきます。ああ、あ、そこにいます。あ、あ、さらに下にもいたので、あれね。おお。おお。ああ、入れないですかね、あれは。さらに下に行ったんですけど、あれ？ああ、いましたね。あれもちょっと。まず一段降りたらどうだ？あ、ですかね。わかんない、そこから狙えるんだって。はい、狙いました。どうしました？降りようぜ。ですね。了解です。じゃあ私が先に。よっ。あっ。ああ、もう、おにぎり。あっ。あっ。発音ちょっとおかしくなる。あれ？おにぎり。おにぎり。あれ？おにびじゃないですか、ね、おにび、はい、いちょあれ、なんか B が変、あ、ですかね。おにび、お前さっきおにびって言ってたんだけど、あ、おにびだと思うんだ。おにび、ああ、了解です。で、どこ降りるんですかね。ここまっすぐ行くんじゃないのこれ。まっすぐ、ああ、なるほど、ここです。降ります。え、じゃなくていいですか。あー、なるほど。あー、おう、イエス。すいません。大丈夫？下しか見てなかったです。
でもこれはいや、これははい外側が開くだけかで、ね、外側っていうか宝箱がありますこれが開いただけかです。でもあでもそっち行けんのか。一応宝箱と温泉があります。あお札が貼ってあるなですね。なんだお札を剥がす。えおお塗り壁。こんなのあった。いやー覚えてないですね。あおお鬼でかい石がいた。うわーなんかビリビリしてる。やめなさい。今なんか取らなかった？いえ、何も出なかった。どこに出るのこれ？場所的にはあですよね。やっぱ最初スタート地点か。また上戻んなきゃいけないのこれ。ですか。もしくはいいだけで実はいけましたとか。ちょっとそんなことあり得るのないとは思うんですけどね。あじゃあこっちか。こっち行ってないか。ああこっちは行ってないです。これでそこが開くわ。おおでしかもあもうこれ一周目で取ってるから意味ないのか。ここに失敗した。でもまあいいんだ別に。了解です。ああなんかここに上になんかあの椅子帽子がおおいたんだと思う。ああなるほど。ああですね。じゃあもうちょっともう一回行ってみるか明日。了解です。だって行くとこねえでな。ですね。ちょっとあのまずデカ次郎を出してですね。おう、うん、おお火力。あのでっかいの。あっぱよっ。温泉に入っちゃう。でもいろはって札書いてるな。ああですね。鍵がかかって開かない。となるとこのエレベーターの途中でペッて降りたりとかってできそうな雰囲気とかとかですね。ああ同じとこですね。じゃあこっから降りるんちゃう。あですね。なんか出そう。なんかシューンって言った。歯を取りました。あとローですかね。このとこにあるのロー。なんか取りこぼしたアイテム。Okay.
ないよな。あ、こんな掛け軸か。あ、これですか。ちょっと待って、ちょっとどけて、どけて。はい。これ回るぞ、これ。お。こういうことか。ああ、なるほど。え？別に関係なくね、これ。あ、ですね。ここ、さっきベメンがいた方です。あ、でもこういうのがどっかにはもう一個あるんじゃないか。ですね。あ。画面じゃないよ。後ろ。オフ。オフ。デカ式。オフ。うん。忍者。忍者。オフ。箇所行ってないとこあるな。あの段ですか。か階段の裏側に何かあるとかねえだろうな。ないな。おお。おいの。おああ。あれ？ここ行ってないのか。おお。いや来たよな。来ましたね、一番最初に入ってたよ。あ、もう一人死ぬ見てます。どうじゃ、お札とか、そういうのを探す。ここだ。お、ありました。ここだ、ここ来てね。了解です。上来い、エレベーター階に来い。了解です、エレベーター階です。よっ、ここ。あ、ここ行ってねえわ。あーですね、上にいる。上に水まんじゅうが2匹。ああ、了解です。真上にもいる。行ってみます。もう一匹いるな。ですね。あれも落としてきます。ああ。で、こっちに来てもらって、で爆弾。おお。で、あとあのモヤモヤ。キャーお前かー。あー、でかいな。でっかい爆弾。あれ、うわ、頭ぶつけてる。バーカバーカ。うお、何それ。ちょっ、うわ、パパパパパパパ。はい、ロー、ロー。やっと終わった。ただの見逃しでした。でした。すいませんでした。誰だ、誰が来る。ガマ、ガマステージだけど。うわうわうわ、ちょっと必殺技使います。う
いやちょっと、なすすべなかったわ。もう開いてるんだな。うわ、ギャッ。おお、すげえ。無視無視、了解です。ゆっくりなった。オッケーです。俺もゆっくりなってる。ああ、おお、怖っ。うー、ああ、ゆっくりなってる。うわ、くまくま。おっしゃ、ゆっくりした。ナイスです。お前もゆっくりな、あれ。よし。ゆっくり、こっちもめっちゃゆっくりになってます。この爆弾、白いの倒しました。ほら、おお、すげえ効いてる。ほらほらほら、再度ゆっくりな、あれ。よし、やりました。よっしゃ。奥座敷の鍵、これで。ああ、奥に行ける。おった、ジェジェ、起きなさい。お迎えかな。ああ、いや、よう寝たの。なんと、なんと、トメが心配しているとな。とな。さては、お主、フミに会った異国の侍じゃな。あは。よしよし、トメのところへ連れて行っとくれ。達成。さて、これでなんかその一個なくても大丈夫なやつが手に入ってるかどうか。多分この辺やってる時だったと思うんですけどね。ちょっとたまたまじゃないのそれ。ですかね。わかんないけど。俺もだってやってるぞ、一応言っとくけど。ああ、ですよね。ですよね。確かに。侍の道だったんですよ。ああ。確かにそうっすよ。何で見ればね、所持品です。防具小物ですか。なんていうやつだっけ。アイテム名がヤサカニのマガタマ。そんなもんないよ。あ、そのヤサカニのマガタマは必ずってことですです。はい、これがあればですね、装備品の数が一つ少なくても揃え効果を発揮させる。ないよ。あ、すいません。何それ、どこでもらうんだよそれ、ずるい。すいません。どうしようかな。一応これでまたびっくりマークは消えたんだけど、関ヶ原はちなみにどれだ。あ、2つある。お、2つびっくりマーク2つある。あの関ヶ原は、おー、ん、天下御免の大泥棒と、はいはいはい、闇の監視者の監視者っていうサブミッションにびっくりマークがそれぞれついてる。はいはい。じゃあまあちょっとこれなんかやってる意味がちょっと見出せないから、とりあえずやめとこうかな。すいません。はい。ああ、で、はい、まあちょっとなんだろう、達成率的にこう足りなくて出ないのでは的なことになったら、はい、まあちょっとやるにして、はい、とりあえずじゃあこの絵の、はい、沢山の侍を、はい、次回やります。はい、はい、すいません。はい、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。